オーケー、よし行くか。まあおそらくイエラン一突ガチャになるかなと思うんですけれども、まあ出しゃいいんで結局ということで、よろしくお願いします。さっ、ちなみに、ちなみになんですけれども、あの後ですね、あの放浪者の動画でもあの後半つけた通り、あの後もう一点引いちゃいまして、しっかり7が出たんでこの後金色に光ればイエラン確定となっております。よろしくお願いします。なのでこっからはとりあえずどんだけイエランが一人目早く来るか、それが勝負の分かれ目です。20連目キンキンキン、いいんだけどね。あー、バーバラ一人目。いやー、できるだけなー。いや、そう、そしてさ、今回さ、3点とか引くには、ちょっと星4が微妙くない？って、個人的に思ってるのね。ちょっと微妙くない？今回、正直。リネットをできるだけ稼ぎていきてーなー。ベネットいるから神だろ。いや、俺ベネット縛ってるから、これもういないようなもんなのね。俺にとっては、だいぶ渋ガチャ。30連目。あ、流浪学章いいんじゃないですか？ルロー学賞貫突しちゃったんだよな、一本。あー、ついにゲットしてしまった、こいつを。俺、あれだったんだから、あの、スター交換でベネットが交換できた時も、一でも交換せずにガチャ石にしたんだから。40連目。50連目だっけ？ガキ嫌いな放浪者も。いや、放浪者まだは、何でどうこれ。あー！左右だ！俺、左右持ってなかったんだよな。おー！風幻想女の子。皆さん一旦ですね、目を閉じていただいて、みんなは何も見ていない、いいね。これで80連目か。いい子は何も見ていない。金、あー、やばい、これ俺ちゃんと90連じゃない。あー、けどリーネット来た。まあまあ耐えだな。89、多分ね、間違ってなければ。お、ほら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 、89回目。あー、79の間違いじゃない。ということで、イエランとりあえず確保。よかったー。よくない。うわー、けどリネン欲しいなー。いやー、けどイエランでいいっすか。こっからが正念場です。ここからなの、本番は。ここからがマグマなのね。いきます。10連で引いてください。マジで。お願いします。まあねー。じゃあ、あと3枚か、リネットも。いやー、ここからよ、とりあえず。一旦、いやー、天井行きたくない、ほんとに。俺もね、そんなにね、ジャブジャブ課金できるほどお金持ちじゃないのよ、ほんとは。お、セピロスユリミン。バーバラー。あはははは。いや、やめよ。なんか、切羽詰まって、出てくれっていう欲が今日強いわ。バーバラ、貫突しちゃう、これ。何してくれるかわからんか、シロさん。別にイエランに突してもいいでしょ、こっから。凍結に。もう一枚引いていい？やば。30連目です。チュー。馬の無料引いてよく押さえてから引くしかない。あら、北斗姉さんだ。ということで、再度皆さん目を閉じてください。1万2000円ってこんなにすぐなくなるんですよ。おかしいでしょ。計40連、計130連目です。チュー。あー、ちゃんと天井、絶対これもう。じゃあせめてリネットが欲しい。ベネットじゃない。いやー、じゃあ、もう、天井。リネット。リネット。リネット！ OK！ これで、4突したんで、スキルの使用回数が1回増えたと。実質イエラン。70連目。お願いします。いやー、天井天井。コンプリートなの。オッケー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 。これ3抜ける可能性ある。ちなみにお願いします。さっ、90引きたくない。あー、じゃ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 、さすがにね。お願いします。もう2万4000円で課金終わらせてほしい。俺まだ2万4000円しか課金しないのか。まな板剣。オッケー！楽勝このゲーム。 50% なんて当てればいいんですよ、結局。あー、よかったー。よかったー。本当に今日肝が冷えたー。高評価よろしくお願いします。